カプコンセールやってんだって。ちょ、見ていこう。なんか面白いのあるからみんな教えてよ、俺。色々したいんだけどね、いろいろ。わかんないんだよ、最近のゲーム。モンハン。安っ。え、モンハンもともといくらこれ。34%ってこと3000円台で買えんの？モンハンワールド。アイスブレイクとはまた違うの、これ。モンハンか。モンハンもうセカンドで終わってるからな、俺。バイオもね、やりてんだよ。5まではやったんだよね。でもこれやる前に6をやっておきて。7もやりてんだよね。でもこれ面白かったらしいね。50%か。買うか。ちょっと高えな。買うか。俺がコツコツ貯めたウェブマネーの残金が今いくらか。デビメイ5したい。したいけど、まだ4のスペシャルエディションをやってないのよ。スペシャルエディションやってからだな。でも買っとくか。これ、これさ、PC 版の方がいいの？ PS4 版もあるよね。コンシューマーでやるの好きだし、俺のパソコンのスペックが運行だから、これどこなんだろう。運行でもできんのかな？なんかね、動画とかでもやりたいなと思うんだけど、格ゲーはダメ。5はよくわかんない。格ゲー下手くそです。7、これ7だよな。これやりてえな。これあれがあるんだよね、VR モードが。VR モードもこれできんのかな？買おっかな？ VR でしたいんだよな。VR のやつも買って。すっげえやりたい。6買うか。なんかめっちゃ安いもん。761円で買えんだもん。6やってねえんだよな。6評判どうなの？500円で買えんの？でも俺いっぱい持ってんだよ。PS2 のもあるし、旧 PC 版も持ってるから、欲しいな。これは、初代のリマスターか。でもこっちの方が高いんだね。こっちの方が高いんだね、これ。これなんで値段に差があるの？定価が高いもんな、こっちの方が。6より。0ね、よかったな。レベッカ超好きだった。待って。あ、シリーズ累計か、びっくりした。ゼロだけで6500万本いったのかと思ったよ。ゼロ超面白いけどな。これさ、やってないんだよな。めっちゃ安いんだよ。買ったけど。これも105円。なんでこんな安いの？人気ないから？もともと単価が安いってこと？不思議だわ。これ何？これ何？真ん中のやつこれ5か。5持ってんだけど。これ持ってる人はさ、割り引いてくれたりしないの？6安いね。700円だから、プラス800円で、これ何？バラで買った方がいいじゃん、じゃあ。バラで買った方がいいってことか。こう真ん中持ってんなら。あ、アイスブラ、あ、じゃあこれサントラか。サントラも欲しいな。デビメイのサントラとか欲しいな。やってないけど、やってない。あ、ロックマン。11って最近のやつだっけ？11やってねえの。あー、X、サントラ欲しい。レトロカプコン。何これ？歴代のストリートファイター入ってるってことこれ。すんげえ欲しい。やべ、テンション上がってきた。すげ、何これ？ファイナルファイト。なんか、ベルトアクション、なんたらかんたら。超欲しい。1600円これ。欲しい。ロックマンクラシックコレクション。こんなのあんの？全然知らねえわ。この辺ね、この2010後半から本当にね、ついていけてないんだよ。うわー、これは何？これの2ってこと？後半のロックマン作品が入ってんのか、これ。いいなー、欲しいなー。で、これ X でしょ？これは知ってる。これも欲しい。ストライダー飛竜じゃん。飛竜じゃん、これ。ドラゴンズドグマ、久々に聞いたな。ドラゴンズドグマ11。鬼武者はいいや、もう。オリジナル散々やった。1、なるほど、セレクション。なるほど、龍一だっけ、こいつ。忘れたよ。これなんだ、こいつ、三剣だっけ？名前忘れた。これ3だよな。3で、もともと剣士なんだよな、こいつ。なんかやったけど忘れた。この子がね、可愛いんだよ。この子好きだった。ちょっと頭おかしいけど。頭おかしくて可愛い子って、まあ、二次元じゃ入るよね。ワンちゃんね。ワンちゃんもやったな。でもいいな、リマスター欲しいな。友達に借りてやってたから、持ってないんだよね、自分自身は。売る4か。これ4か。4、761円で売ってんじゃん。これね、面白かったよ。海外移植版買ったけど、なんたらエディションの。12月1日に買ってやったけど、すげえ面白かった。これすげえ欲しい。
マジ買おうかな、これ。無印の方は持ってんの結構やった。俺の指が腱鞘炎になるぐらいはやった。でバージルとか出てくるんでしょ、これ。この辺のお姉ちゃん使えて、レディーと、なんだっけこいつ、トリッシュだっけ、トリッシュ使えんだよな。フォー超面白かったな、やりてえ、やばい。ウェブマネーの残金確認してちょっと買うわ、どれか。これね、2だけやりてえわ。こう1と3いらねえから、2だけでこれ500円ぐらいで売ってくんねえかな。できないの、それバラ売り。バラ売り頼む。バラ売りを頼む、カプコン。デッドラ。デッドラね、1はやった。1はやったけど、他どうな、これ1でいいんだよね。フランクや、そうだよな。多分そうだよな。あ、2、3、3まであるんだ。どうなんだろう。あ、もう英語じゃん。まあ、英語でもいいけど。ロスプラ、ロスプラ、面白いのかな？結構有名だったけど。300円で買えるんだ。2007年、結構古いな。いや、超楽しい。これ見てるだけ楽しい。これ買おうかな、マジ。あーん、欲しい。これ3も出るんだよね。3の、ジル・バレンタイン。カルロスめっちゃ男前になってなかった。で、なんかニコライもまた渋くなってたし、3。いいな、3ね。3ね、あんま評判良くないけど、俺結構好きなんだよな。面白かった。なんかアクション的になって面白かった。どれどれ、なんかおすすめ教えてみんな。カプコンの。教えてよやべ、どれか買おう。ちょっと買うわ、どれか。バイオね、やりてんだよ。で、VR、鬼高いだろ。これにさ、VR 入ってんの。あ、グロテスクバールじゃん。あ、違うんだ。これ注意しないと。これが日本版ってこと？その、残虐描写がマイルドになってるってやつ？え、なにこれ？セブンいっぱいあるんだけど。これは何？無料。無料でできんのこれ。あ、え？テス？ん？ティ？なんて読むのこれ。ビギニングアワー。わかんない。これはまた違うのか。無料プレイ。無料の体験版みたいなもんなんかな。トレーラー的な。これ、VR 版ってそのままできんのかな？ VR 版、VR 版であんのかな？って分かってないんだよね、その辺。ああ、これ、ちょっとテンション上がって、テンション上がって急遽撮ったという、中身も何もない動画。おじさんのリアクションだけが、濃密に濃縮されてる。純度 100%、果汁 100% になってるから。そういうとこ、何これ？ファックに見えた。びっくりした。スチーム攻めてんなと思ったら、ファックに見えたぜ。危ねえ、危ねえ。これはカプコンなの？3。あ、PC であるんだ、3。PC どうなんだろう。3もね、スペシャルエディションはやったんだよな。PS2 で。ちょっとね、残高と、相談して買おうか。近日中リリース。あー、これね。4月、ほら、めっちゃ男前じゃない。ジルもまた、面濃くなってんじゃん。もうやりたい、なにこれ。あ、Z バージョン、絶対こっちだよな、カーン。こっちだよな、つって俺、リメイク2も買ってないからね。やりたい。うわーべ、どうしよう、テンション上がってきた。どうしよう。おじさん、テンション上がってきちゃった。割引。はい、なんか買います。あ、それだけです。ただのバツナギ。もうね、ストックがないのよ、動画の。いっぱい撮ったんだけどね。毎日更新してたらね、なくなる。毎日更新も、そろそろ終わると思われる。厳しいね。社会人の毎日更新は辛いもんよ。何これ？エンドオブゾーイ。エンドオブゾーイって何？エンドオブエタニティの親戚？わかんねえ、わかんねえ。ついていけない。本当についていけない。379円で売ってます、5が。俺もそれぐらいで買った。あ、ダウンロードコンテンツもなんか軒並み買ったんだよな。あ、でも入ってないな、これ。400円？本編より高いじゃん。本編なんか100何部じゃなかったっけさっき。おかしいだろ、これ。バランスがおかしい。はい。なんか買います。ありがとうございました。さよなら。